はい、ということで2023年シリーズ中継ぎ追加されまして、オリックスからは阿部翔太投手登場しました。シリーズ1と比べて3ステの方がですね、球威がマイナス1、制球がプラス2、スタミナがプラマイ0ということになっております。球種の方も変わってないです。相変わらずですね、フォークとスプリットのね、下方向に球種があって、超タイピンチ持ちなので、まあ則本さんとまではいかないにしても、まあそれに近い使い方ができて、非常に強いピッチャーなんじゃないかなと思います。で、特殊能力に関しましては、第2特殊能力伸びだったところがキレに変わっております。まあどっちもミートを下げる特殊能力なんですけれども、こちらの方が中ダウンというところで、シリーズ1よりもここは若干強化と言ってもいいかなと思います。